こう舵を切り直したところ、2対2、3対3、まあ、もしくはそれ以上、まあ、もしくは最近よく流行っているあのバトルをやる系、刑務所からの脱出みたいな、まあ、そう囚人たちっていうそのモチーフプラスその動物たちっていうのも。ハローケン、ハローケン、ハローケン、皆さんこんにちは、日本元気にする YouTuber 岡本です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また今日はあのいつものメンバーに集まっていただいて、前回ちょっと打ち合わせした時に、お、何そんなに変わるのかということでですね、本来自分たちが進むべき道はこっちではないのかというところにこう舵を切り直したところです。なので今日はまたその新しく掘り直した新しい穴をですね、ダイヤモンドが出るまで穴を掘り続けていこうという、そういう話になってますので、じゃあよろしくお願いします。あの今ちょっとすでにあの岡本さんから説明ありましたけど、まあ、やっぱりあの急にこれ見てる人もいるかもしれないんで、ちょっとおさらいというと、まあ、一応前回の話で、まあ、1対1の対戦格闘の路線っていうので、まあ僕らやってたんですけど、個人的にはあの方向性で、まあ、やっていけばちゃんと面白いゲームができるのではないかというふうに思っております、はい、ですがやっぱりここでちょっと、心配だなという点が一つありまして、まあ、マネタイズ、お金儲けの話ですねがちょっと不安になってきたので、ちょっと別の案も検討した方が良いのではというのがまず大前提になります、はい、で一応私が一応今考えているのは、やはりあの1対1の対戦格闘っていうと、まあ、負けるのが嫌だとか、このなんだろう、面白くなるまでに辛い期間がちょっと長いですよね。やっぱり自分が上手くなっていくと相手も同じと上手くなっていくんだよ、はい、ちょっと楽しくなるまでの時間やっぱ長いっていうのはちょっとやっぱりもう今となってはやっぱり弱点かなと。それを単純にまあ打ち消すという意味では、やはりあの多人数、まあ、多対多、まあ、2対2、3対3、まあ、もしくはそれ対以上、まあ、もしくは最近よく流行っているあのバトルをやる系、一人一人の責任がやっぱり薄くなるので、まあ、負けたら別にすぐね入ればいいやっていう気持ちがあるんで、そっちの方行くと、あの、まあ、一ついいこととしてはやっぱりあの 入りやすくなる、うんうん、それがまあ一ついいんじゃないのかなっていうのが一応私の提案その1です、はい、であのじゃあ実際どういうゲームに落とし込むかっていうのはまたちょっといろいろ細かく考えた方がいいと思うので、ちょっとそれはちょっと今は、まあ、とりあえず置いておきます。であとですね、これあのいろいろ考えていくうちですね、あの、まあ、やっぱり思ったんですけども、もしその複数でやる場合っていうのはやっぱりあの協力技であるとか、まあ、合体技みたいなものっていうのをクローズアップした方がいいんじゃないのかなと思ってます。いろいろ見せ方あると思うんですよね。すごいかっこいいあの、まあ、見せ方、あの、まあ、いわゆるデモ、例えばあの単純にあの羽交い締めしてもう一人にこう殴ってもらうとか、なんか例えばあのこう、まあ、プレイヤー A と B がこういるところの何て言うんですかね、こうスパークみたいなこう線がこう飛び散って、そこにあの敵を追い込むとなんかダメージを与えられるとか、ああいうのとかもあるとやっぱり多人数でやってる意味があると思うので、そういうところをクローズアップしてどんどん掘り下げていくと、まあ、ちょっと楽しいのかなっていうのは思いました。とりあえず私のクローズアップにはそんな感じです。いや、夢は広がりましたよ今。いや、かなり面白そうやなと思いました。僕は僕もあのバトルロワイヤルで考えてたので。ああ、はい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 、バトルロワイヤルで考えてて、100人入れて、はいはい、50人ぐらいは NPC で、ああ、はい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 、50人が PC。 いいと思います。なんとなくこう最初にあのポンちゃんの言ってた、はい、勝てないが、はい、コンプなら、はい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 、割と勝てるんで、いいと思いますね、はい、上位50人に入りやすくて、そうですよね。そこすごい大事だと思うんですよ。そう、大事、僕も大事だと思ってる。それを、はい、はっと気がついたのが、はい、いつも3人で組んでるやつがバーッと走ってて、はい、1人をお通りにして走らせてて、で誰かが寄ってきたら後の2人が寄ってきて3人でフルボッコみたいな、はいはいはい、パターンばっかりが嫌やなと思って。あ、なんか今それ聞いててちょっと思いついたんですけど、うん、あの他人には分からない同盟組めるっていうのはどうですかね。そうそうだね、そうそう、それが含まれたら嫌だなと思ったのよ俺。あの例えば私と岡本さんがゲーム中に例えば近づいて OK、 あのイエスの同盟イエスのみたいなのが出て、組んでもよかったらイエスってやるけど、うん、他人にはそれが見えない、分からない。40人か50人ぐらいの組んだやつが来ててば、そうですそうですそうです。組んどるやないか。
なんかその人ら固まってるなって他人には見えるっていう。なるほどなるほど。で最後その人たちだけになったらウィンってなって今回の1位は46人です、はい、タイコムトだけやってたみたいなのもありかなと思ったりはしたよ。そうなるからそこをどうしようかなと思って、それを良しとするかしないかみたいな、3人で組んでたらば助けた1人があって、あ襲ってきた来た来たって2人がやったら後ろから8人出てきたみたいな、うわやられたみたいな、すごいたくさん人数がいるって言ったんだけど、刑務所からの脱出みたいな、ひどい刑務所なので、そこのひどい刑務所から脱出するんですって。脱獄はなんか夢があるのかなと思ったりとかして、ね、いやこれあれですよ、あのなんですか、雰囲気的にすごいそそる雰囲気ですよね、うんうん、なんかみんな悪そうやしね。そうです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 で特殊能力があってもおかしくないじゃない。そうですよね、はいはい、習慣されてるから。ただ、はい、あのヒーローのように扱っていいのかとかね、全世界的に。ああそれもありますね、確かにね。ゲームの中でね、あと、はい、柄がさ割と横じまになったりするからさ、ちょっともう一つ面白みがあると思ったりとか、じゃ あの警察側をどうするのかとか、うんうん、行き詰まってはいるんだけど、まあ、脱出するっていうネタはいけるかなと思ったりとかして、まあ、実際じゃあゲームの画面の中に何体まで表示できるんだとかさ、こっちでやってた時に奥の方でさらにバトってるやつも見えるとかさ、参加者が多くならないとマネタイズができないので、参加者を増やしたいっていうのはポンちゃんの言ってる通りで、何としてでもその初期の離脱を避けたいのと初期ハードルを避けたいってことが一緒で、たくさんの人に入ってほしい、できるだけ抜け落ちないでほしい、抜け落ちないための努力はこちら側でするべき、入りやすくするための努力もこちら側でするべきということ。何かを売ったからといって買った人はそれを持ってるから強いわけではないっていうんでしょう。いろんな組み合わせがあるので、その組み合わせを自分たちで勝手に好き勝手にアレンジして自分というキャラクターもしくは囚人を作ってくださいみたいなことでしょう。そのアレンジも自分たちで勝手にしてくれて、市場にあるものだけなのであなたたちの自由ですよって。受刑者だったら、まあ、まさに好きでいいんじゃないですか。入れずにそもそものそのキャラクターをあの人間にするかどうかもちょっとまだデザインの状態ではまだ決まってないところであると思うんですけど、まあ、今そのデザインチームの中でお話ししてるのはやっぱりそのまあ過去にもあったその動物たちのモチーフとか、今すごい動物園行こうぜみんなでみたいな感じで盛り上がりを見せているまあその囚人たちっていうそのモチーフプラスその動物たちっていうのも組み合わせとしてはすごいなんか絵になるかなとも思いますし、そう言ってもらうと気が楽だね。僕、まあ、船見さんと近くにいるので船見さんと結構ネタの話をして、やっぱり出てきてるネタはバトロワっぽいもの、ベルトフロアアクションゲーム的なちょっと 2D っぽい、うん、ファイナルファイトとか、まあ、当時僕らがアーケードで作ってたような、そのなんかすごい巨大な、そういうベルトフロアステージがあって、その中にいろんなプレイヤーがいろんな箇所に、まあ、スタート地点を置いてみんながこうスタートすると、うん、で出会ったら対戦するんですけど、そこまでは割とその対戦するまでの力をつけるというか、誰か共通の敵を倒したり、なんか見つけたアイテムとか装備とかを整えて、ちょっと整えきる前に敵に会うかもしれないんですけど、そこは運っていうことで、そのスト2すごい格闘ゲームでいいゲームなんですけど、修練した分しか勝てないというか、もうちょっと運要素が欲しいなと。まあ出会ったやつを倒して最後一人になって、まあ、さっきの岡本さんのその設定をお借りするなら、まあ、脱出一人だけ脱出できるとか、ファイナルエイトステージ的なところをぐるぐる移動していろんなやつ倒して、もしかしたら同じ立場のプレイヤー同士が多少協力しないとダメな巨大ボスが出てきてもいいんじゃないかぐらいに思ってます。公約行動できるか。そうですね、あのやっぱり場所はどっかで狭くなっていってみたいなことはやっぱり言ってたんですけど、まあ、それを 3D 空間上でやるでもいいんですけど、まあ、あえてそこを 2D っぽい処理をして、まあ、操作しやすいとか、まあ、例えばスマホでやるとしても操作しやすいカジュアル感みたいなところで言うと、まあ、2D でもいいのかな、まあ、そのままスト2的な対戦にこう突入もできるし、
あったあの国尾くんの熱血行進曲とかそんな感じですか、イメージ的に。いきなりこうバトルってなると、まあ、なかなかこうハードなゲームに感じるんで、まあ、そこまでねちょこちょこいろんなとこ移動したりとかして少し物を集めたりできるとみんなちょっと気持ちが安らぐ時間というかちょっと身構える、うん、あの時間ができていいのかなみたいな。ワンピースでさ、漫画の刑務所に入れられてるやつがあって、各フロア下に下がれば下がるほどその地獄度が上がっていくところがあって、あんな感じのあのイメージで階層が下の方、まあ、上に脱出するんだけど下の方の人ほどあの試練が厳しくって、上に行くとちょっと楽になっていくようになってて、塔になってて、こういう塔になってて、筒状のねこうだんだんこう狭くなっていく。でここを100人でうろうろして上がって上に上がっていって、こうで監視みたいなのを倒して最後こう囚人同士も戦いながらみたいなやったらできることはないかなと思って、ある一定の条件を満たさないと上のフロアに上がれないって言えば、あのそこのフロアには滞留しなきゃいけなくなるんで、ラッキー今回地下4階やラッキーとか、わ地下5階まで落とされたとか地下5階まで落とされた人はまあ言ったらある意味ちょっとチャンスはあるみたいな、装備を整えやすいか小野君のことも言われると、上がるために必要なものっていうのがあるんで、それを仲間と交換するもかわやし、殴って取るもかわやし、協力して看守から奪い取るもかわやし、で一定 の何かを揃えることによってはその不良から上に上がる、そこから上に上がるためにまたもう一個揃えなきゃいけなくてみたいな、どうすれば戦う理由があって仲間が裏切り合う理由もあって、で弱っちい何もしてないやつが小判山みたいにちゃっちゃと上がってくることは難しくて、やっぱりやらなあかんになる。で、あの一人でやってる方が揃いやすくて、大勢でやると全員でも揃えるのは難しいみたいなルールになるんで、行ってこいになっていいかなとちょっと今 ふわっと思いましたけどね。なんか一定の確率で半分ぐらいは進めるけど、うん、やっぱそこから行けなかったから悔しいって言ってもう一回やろうみたいな、そういう気持ちが生まれそうです、うん、ま、負けたり、ま、死んだりとかする場合でもやっぱりあの、うん、風間さん言ってるように、なんかこの やって頑張ったけどダメだった、この頑張ったっていうのってすごい重要だと思うんですよね、やっぱり、うん、理不尽に死んでったり、なんか5秒で死んでったりするとやっぱり嫌な気持ちがすごい続くんで、うん、その頑張れるっていうのはいいと思います、はい、うんうんうん、というわけで、今日はですね大きく、舵を切り直しましたということでですが、まあ、話は面白くなってきているので、次回に向けて皆さんいろんな宿題をこなしてきてくれるんじゃなかろうかと思ってますというところで、今日の打ち合わせはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。